リンバーストレッチはオーストラリアバレエ界の重鎮タニア・ピアソンが半世紀にわたる教えの経験から生み出したストレッチプログラムです。柔軟性、耐久性の強化を重視しているだけでなく、呼吸法および伸びのある芸術性を意識したポールブラを重視した点が特徴的なプログラムです。皆さんはバレエの先生に肩を後ろに引っ張るように言われていませんか？しかしそれは間違いです。伸びのあるポールブラを習得するには正しい肩甲骨の使い方を習得しなければいけません。リンバーストレッチはオーストラリアバレエ界の重鎮タニア・ピアソンが半世紀にわたる教えの経験から生み出したストレッチプログラムです。柔軟性、耐久性の強化を重視しているだけでなく、呼吸法および伸びのある芸術性を意識したポールブラを重視した点が特徴的なプログラムです。特に最近のダンサーはかかとをうまく押していない傾向があり、膝のターンアウトが開けない、膝が曲がるとよく注意される、よく怪我をするなど悩みは多いです。リンバーストレッチは個人個人の悩みにも解剖学的に基づいたアドバイスおよびリンバーストレッチ&バレークラスでは、リンバークラスで習得したものをすぐにバレークラスで試みることができる内容になっています。またこのリンバーストレッチクラスは元ローザンヌ国際バレエコンクール審査委員長のビン・ブルックス先生の推薦するプログラムです。より良いダンサーになるためにこのプログラムを大変お勧めいたします。